ギター機からギターを作って、それが、演奏して、なんだっけ、レコーディングして、そのプロダクト流して、ものすごく素晴らしい、ストーリーだと思います。で、僕らもその会社の中でプロダクションっていう仕事を行っているんだけど、さっきのモチベーションの話をすると、やっぱり僕らある意味じゃクラフトマンシップみたいなところをこだわって、多分一般のお客さんにも分からない部分をすごくこだわって、いかにハイクオリティにしましょうかってことを毎回毎回